ニセディオニュシウス法アレオパギテスニセディオニュシオス法アレオパギテスまたはニセディオニュシウスアレオパギタは5から6世紀頃のシリアの神学者ニセディオニュシオスまたはギディオニュシオスとも略称されるディオニュシオス文書と呼ばれる一連の神学的文献群の著者と同定されている人物であるこの文献群はもともとは首都行伝に一度だけ登場するアテナイの アレオパゴス表記書の表記員である、アレオパゴスのディオニシオ、ディオニュシウス・アレオパギタの手によるものと、長年信じられてきたが、15世紀以降、その文書群が、後世の別人によるものだと判明したため、著者の区別をつけるため、ニセという説当字をつけて呼ばれるようになった。19世紀末までに、その成立年代は485年から531年の間と特定された。 現代ギリシャ語読みでニセディオニシオスをアレオパギティスとも言う。日本正教会ではディオニシーアレオパギとディオニシオスの著作にはネオプラトニズムの強い影響が伺える。特にディオニシオス文書の成立が5世紀以降であることを特定する原因となったプロクロスの著作の影響が見られる。他にもアレクサンドリアのクレメンス、オリゲネス、 カッパドキア三恐怖などの影響を受けている。ディオーニュシオスは、単性説と正当な競技を調和させることを目指した一連の進学者群のグループに属していたようである。彼の著作は6世紀に出現し、はじめは単性説論者によって引用されていたが、東方から始まって徐々に多くの進学者によって受け入れられていった。西方においても、エリュゲナ以降、 中世において盛んに注釈され、研究されたが、ルネッサンス時代に入って初めてその神聖に疑問が持たれた。12世紀の神学者、ピエール・アベラールは、エロイーズとの悲劇の後に、ベネディクト会に入会し、サンドに修道院に入った。1120年頃、サベリウス主義を教えたという疑いで追放されていたが、やがて許され修道院に戻った。やがて戻ったアベラールは、 自らの修道院の名前の由来である聖人の自責に疑問を抱くようになる。というのも当時は三人のディオニュシオスなる人物が混同されていたのである。それは以下の三人である。首都行伝に現れ、パウロの説教によって改修したという一世紀のアテナイのディオニュシオス四世紀の伝説的宣教者、パリのディオニュシウス五世紀末か六世紀前半に成立したと推定される。 ディオニュシオス文書の著者。一説には、グルジア出身の神学者イベリアのペトルと考えられる。そのため、サンドニ修道院では、自らの修道院の階層とされる、パリのディオニュシオスが、アテナイのディオニュシオスと混同されて考えられていた。ディオニュシオスというのは、ギリシャ人の名前としてはよくある名前であったため、このような混同が起きたのであろう。しかし、アベラールは、 この論争のため再び物議を醸すことになる。ディオニュシオス文書群は、天上異界論、教会異界論、神明論、神秘神学の四つの著作及び十通の書簡集からなっている。文書の中では己自身の著作として、象徴神学と神学功用という名も挙げられているが、伝承はしておらず、初めから書かれていないという説もある。サンドニシュ道院では旧世紀に、 イザンツ皇帝から類型拳王に送られたというディオニュシオス文書のギリシャ語版が保管されていた。これがサンドニ修道院長のヒルディヌスによってラテン語に翻訳され、ヨハネス・スコトゥス・エリウゲナの手で解約されたのである。このエリウゲナによるラテン語版はヨーロッパで有名になり、特にその天上異界論はよく知られた。また彼の著書天上異界論仲介中にも 西方のキリスト教に影響をもたたらした15世紀に入ると、ロレンツ・バラがディオニュシオス文書の成立が明らかに5世紀以降で首都行伝の宛内のディオニュシオスとは無関係であることを証明した。しかしバラも本当の著者が誰であるかまでは解明できなかった。人間の魂がいかにして神に至るかをディオニュシオスは終始問題にする。 そしてその際決定的となるのが異界である。異界とは、聖なる秩序であり、知識であり、活動である。異界は、到達の段階に応じて、神の姿に似たものになろうとし、神より注ぎ込まれた、証明の段階に応じつつ、神と類似のものに向かって高まってゆく。上の異界は、下の異界に対して、啓示となり、下の異界にあるものは、 上の異界があることによって、神の恵みを受け取ることができるという。具体的に言えば、異界には、天使の異界と教会の異界がある。天上異界論に語られるところによれば、天使の異界には三つの階級があり、一つの階級に三つの段階がある。つまり、天使の世界には、合計九つの異界が存在する。教会異界論によれば、教会の異界も、 天使の世界と同じく三つの階級とその中の三つ、合計九つの位階で構成される。その具体的な内容は、最も神に近い第一の階級が天礼、次の第二階級が聖職者、第三の階級が非聖職者となっている。聖職者は彼の執行する天礼により、神道を神へと導く。これは神聖な力を上から下へと流すことである。 いわばこの時以下は光の通路となっており、以下によって最高位のものと最低位のものが結ばれる。また、以下を神との合一との働きという観点から見れば、浄化、証明、完成という三つの段階がある。最高位の完成したものは他者をも完成に導き、中間くらいのものは上位より証明されつつ他者への証明となり、最下位のものは上位から浄化されるものとして、 他者を浄化する。教会の秩序の理論的な支柱として、教会理解論は大きな役割を果たした。485年にアテネで死んだプロクロスが属する後期プラトン主義は、プラトン哲学を一種の宗教に作り変えた主張である。プロクロスは、ギリシアの多神教の優れた五教論を作り出し、成功しつつあるキリスト教から古代ギリシア宗教に回帰することを目指した。 神秘的な力である神による偉大な宇宙の体系が存在し、その神秘的な力によって人間は、この神的な宇宙の中で神に近づくことができることを示そうとした。ニセリオニュシオスは、キリストの真理を示すためにプロクロスのこのような思想を、あえて用いた。それは、この他神教的な宇宙論を、神によって作られたものとしての宇宙観へと作り変える、ためであった。 この神の秩序ある宇宙においては、すべての力が神を賛美し、偉大な調和、宇宙の和合を示す。この和合は、セラフィムと天使と大天使から始まり、人間とすべての非造物に及ぶ。我々はここに、ディオニュシオスの思想の本質的な特徴を見出すことが、できる。ディオニュシオスの思想は、何よりもまず宇宙の行う賛美である。全非造物が神を語り、 神を賛美するのである。このように、被造物が神への賛美であるために、ニセ・ディオニュシオスの神学は、典礼的な神学となっている。我々人間は、考察によってだけでなく、何よりも賛美することによって神を見出すのだということを、ニセ・ディオニュシオスは示している。ありがとうございます。